こんにちは、アドブローです。今回はダンロップの新型 CX400 ツアーに RPM ブラスト125を貼った継続レビューというのをやっていきたいと思います。というのも、すでに、このブラストを貼ったセッティングのインプレイっていうのは出させていただいておりまして、大変調子が良かったという感じだったんですが、でも1回目良くてもその後調子が崩れちゃうということもあるので、また改めて使ってきましたので、その感想っていうのをお話ししていきたいなと思っております。でこのセッティングにしてから、使うのはですね、年末年始繰り返し使ってまして、多分4回目ぐらいになるかなと思います。で、最初調子良かったですし、これがね、かなりいいセッティングになったんじゃないかなというのもあったんですけれども、言うてね、でもやっぱりこう、時間が経っておかしくなってきたりとか、自分の調子が落ちてしまったりとかっていうのも出てくるんじゃないかと思って、むしろね、調子良すぎて、どっかでおかしくなるだろうぐらいな気持ちでいたので、使い続けております。で例えば、環境が変わったりするとすごい、その影響を受けて調子狂っちゃうとかっていうこともあったりするじゃないですか。例えばインドア、最初これレビューした時インドアだったんですけれども、インドアはすごい良かったんだけど、アウトドアだとちょっともうパワー負けしちゃうよねとか、お昼の暖かい時間帯はいいんだけど、ナイターで気温が下がるともう全然ボール飛びませんよとか、いろいろね、あったりするのかなと思うので、もう本当にいろんな場所で使ってきてはいるんですけれども、結論から言うとですね、4回目になってもね、調子良かったですね。調子よく打てちゃってるんで、そんな感じにはなるんですが、いろんな視点からちょっとこの継続レビューしていきたいなと思っております。ぜひ最後までお付き合いください。はい、ということで先ほどもお伝えした通りですね、今回4回目になるのかなと思うんですが、調子良かったですね。本当に嬉しいことではあるんですよ。楽しく打てる調子がいいんで、で今回もシングルスをメインに、試してきまして、で同時に、同じコンディションで比べたいなっていうのもあって、 E ゾーンも使ったりピアストも使ったりしたんですけれども、それでもねやっぱり CX が一番良かったです。何がいいってやっぱり何でしょう、一番こう自然にプレイできる、あまりこう道具のことを気にしなくていいっていう感じ、道具だったりとかフォームとかですね、そういったのを気にせずに打つことができて、これはいいなっていう感じでしたね。各ショットちょっとお話をしていきたいんですけれども、まずサーブですね。でサーブ打ちやすいです。で何がいいかっていうと、まずそのスイングがしやすい、こういう軌道でラケットをこう持ってきたいとか動かしたいとか、こういう回転をかけたいからこういうスイングをしたいとかっていうのが素直にこうできる感覚っていうのがありましたね。で取り回しもそのオーバーヘッド系の取り回しがいいんで、スマッシュとかも含めて、打ちやすいなっていう感じでした。ですごく、このラケット偉いところだなと思うのが、無理せずスピードが出せる、ある程度出せるんで、力まずに打てるし、バランスも崩しにくいし、だからサーブ&ボレーもしやすかったりとかするっていうのもありますし、でブラストにしてからはスピンっていうのも調整がしやすくなっちゃって、あえてこうワイドにスピンをかけて浅く落としたりとかっていう、そういう調整もねしやすくなってきましたというところなんですね。で、今まで打ってた E ゾーンとかピアストで考えていくと、E ゾーンはですね意外と最近スピード出せるようになりましたけれども、言うてかなりフルスロットに近い頑張りが必要、集中力もかなり必要っていう感じ、テンション高めないとねいいサーブが打てないっていう感じだったし、一方でそのスピードは出るようになったんだけど、じゃあスピンはどうかっていうと、やっぱりこう縦にかけるような回転っていうのは難しいですね。なのでこう変化させて相手のタイミングを崩すとか、打点をずらすとかっていう戦い方は、なかなか難しいっていうのはずっと感じてました。で一方のピアストになるとスピンはねすごくかかるんで、その変化量とか出せるなっていうのは一つメリットだったなと思うんですけれども、言うてね調整はしにくいかなと思ってました。どう打ってもなんか回転になっちゃう感じがして、なかなかねすっきり飛んでいかないとか、スピードが出ないとかっていう感じでしたね。でその回転に関しても
例えばその回転量をどのくらいかけてどのくらい変化させるのかっていうのはあんまりこう細かく調整できるタイプではないかなと思いました。しっかり振ってしっかりスピンかかってでしっかりかあの変化はするよねっていうところ以外のその細かいところはあんまりできない、うん、でスピードもあんまり出ないっていう感じがずっとしていて、あの どう振ったらいいんだろうっていうところで悩んでる中で CX に持ち帰ると、ああうん、やっぱりこうやって打てばこうやってスピード出るよね、あこう打てばこうスピンかかるよねっていうのがめっちゃ自然にできたという感じでしたね。まあまあもっとよりこう、サーブ&ボレーするような人がね使うイメージもあったりするかなとは思うんですが、まあ、非常に良かったですという感じでした。はい。で次にストロークなんですけれども、まあ、やっぱりサーブがいいとかはあってもじゃあストロークどうなんっていうラケットもね、多いんですけれども、打ちやすかったです。特にそのフォアの強打ですね、っていうのがあの4回目でしたけれどもびっくりするぐらい決まりましたね。はい。で意外とその、うん、まあ打っても暴れないっていうのは、まあ、まず感じられたので、まあ安心して振っていけるのはありつつ、じゃあ振らないと全然飛ばないタイプ、振らない振る以外の選択肢がないタイプのラケットかというと決してそういうこともなくて、まあ、ある程度合わせるように打ってもある程度の深さも出せるし、そういった調整もしやすいしっていうところもあって、まあ、非常にバランスいいなと思いました。で、まあ、低めの球をこすり上げながら打つっていうような場面が僕結構あるんですけれども、そういう時にEゾーンはちょっとね持ち上がりが弱くてすごくこう不安なところなんですよね。だからなんかちょっとこうアプローチで低い球を持ち上げながら前に出ていくとかっていうのはできる限りやりたくないって思ってたんですよね。で逆にじゃあピュアストになるとそこの持ち上がりっていうのはすごくいいんですけど逆に持ち上がりすぎちゃって収まりにくいっていうところもあって、まあ、ちょっとそれが不安につながってた場面もね時々ありましたと。はい、まあでも、うん、どうなんだっていうのはあったんですけれども、はい、CX はそこら辺がだいぶやりやすかったです。はい、なんかちゃんと持ち上がるし、まあ、ちゃんと落ちて収まってくれるなっていう感覚的な、うん、なんか安心感もあって、よかったです。なんか褒めてばっかりだとつまんねえなって感じる人もいるかもしれないですけど、はい、まあ、非常にやりやすかったですという感じです。で、あとそれ以外、まあ、例えばフォアのスライスとかですね、はい、まあ、ちょっと低めになったボールに対してスライスで、ちょっとこう弾まないようにつないだりっていうのもそうですし、まあ、あとは走らされた時にコンチネンタルでどうにかこう、なんていうんですかね、ちょっとバドミントン風にカットして返すっていうシーンも結構あったりすると思うんですが、あれって結構なんかトップスピンに比べると感覚でやらないといけないんで結構難しいショットだと思うんですが、そういったのも非常に調整しやすかったです。3本の中で多分一番、うん、感覚的に打ちやすかったです。はい。なのでまあ、現状、まあ、強く打てるようになりつつも、無理して打たなくてもある程度深さが出せるし、ディフェンシブな状況になっても、まあ、しっかりね、返すことができているというところで、まあ、非常にバランスよくストロークができているなと思います。はい。で、あとはバックハンド、僕、片手なんですけれども、まあ、やっぱりこう制限が多いショットだと思うんですよね、片手のバックハンドって。両手に比べると融通が効きにくいっていうところもあって、まあ、やはりここを軸に考えた時にラケット選びっていうのがどうしてもシビアになってくるっていうところはあるとは思うんですね。ただそうですね、まあ今までこういろんなラケット打ってきましたけど、まあバックがスピンもスライスも打ちやすいよっていうラケットは、まあ、なかなかないんですよね。スピン打ちやすいのはスライスが安定しなかったりとか、うん、まあ、スライス打ちやすいやつは持ち上がらないんでスピンが打ちにくかったりとかっていう感じで結構トレードオフになることも多かったんですが、打ちやすかったです、どっちも。はい。スピンもスライスも程よく、まあ、打てたなという感じで、なんかもう本当に欠点というか、まあ、文句が少ないラケットだなっていうのは改めて感じました。
ただ、まあ、おそらくもう少しそのセッティングであったりとか、まあ、チューニングっていうのを詰めて、まあ、微調整して、で感覚もまあ球数を打つ中でもう少しアジャストはできるかなっていうところはありましたので、まだちょっと伸びしろはあるかなとは思うんですが、まあ、今回も、まあ、あのウィナーをバックハンドで取れたりとかしていたので、もう本当に期待値以上じゃないかなと思います。全然もう現時点で十分期待以上の、打ちやすさは感じられてますというところですね。はい。で次にボレーなんですけど、まあ、ボレーはもう本当にね、これは最初から打ちやすかったですし、今セッティングを変えてもまあやっぱり打ちやすいっていう感じになってます。で何がいいかっていうと、そのなんかすごく強いボレーが打てるとかではないんですけれども、あの本当に感覚的に制御ができるんで、まあ、本当に試合の中では安心ですね。だってね、試合の中でボレーを 100% の球威を求めて打つとかって、まあそんなにないじゃないですか。ある程度コントロールして相手にこう、まあ簡単には返されないように丁寧にコントロールしたいっていう場面の方が実際ボレーは多いと思うんですが、そういうところにすごくこう安心して打てるラケットになってるなと思います。でまあ何て言うんでしょう、丁寧に打って十分有効打にできる感じがあって、まあタッチもいいよねっていう、そんな感じでした。でまあね、あの前々から言ってますけど、 E ゾーンはもうストロークはねすごく安定しているんですけれども、感覚的に打つボレーっていうのはもう本当にね最大の弱点で、まあ、それゆえにあの、ラケット選びでこう、ね、沼にはまっちゃってたっていう感じもあって、うん、イゾンはもう本当にね、あのネットプレー行きたくないぐらいの感じで使ってましたね。バックボレーはね、まあ、なんとかできるんですけど、フォアボレーはもうとにかく壊滅的で、うん、っていう、もう擦り込みもできちゃってぐらいにもう打ててなくて、はい、あのもうストロークラケットっていう感じで使ってました。でピアストはね、あの比べるとスイートエリアも広い感じもあるし、全然助けてくれるなっていうのはあるんですけど、ちょっとねシャープすぎるというか、まあ、ちょっとこう感覚的に制御するタイプではないなと。もうラケットにやってもらうとか、まあ、ちょっとこうカチッと自分はあんまりこうやりすぎないで面だけ作って、まあちゃんと返せるよねみたいな、そんなイメージでした。ただちょっとこう、なんか微妙に難しいシーン、例えばハーフボレーとかローボレーとか、相手に突き球打たれた時とかっていうところでちょっと暴発しちゃうっていうような時もあったりしたんですけれども、もう CX はもう本当にそこ安心ですね。なのでまあダブルスもしやすいし、まあ、シングルスで浅い球が来たら、まあ、積極的にネットに出ていきたくなる、まあ、そんな感じでしたね。はい。で実はまあ僕自身はですね、ネットプレイ結構したいタイプなんですよ。したいけどできないっていうタイプなんですけど、はい、本当にこうテニス始めた最初の頃ですね、からもう頑張ってサーブ&ボレーをトライしたりとか、まあ結構珍しかったですね。学校の中でサーブ&ボレーを練習してるの僕ぐらいしかいなくて、はい、なんかすごいなんかね変わったやつだなみたいに見られてたんじゃないかなと思うんですが、はい、まあ、それが今につながってる部分もあると思いますし、まあそういったこういろいろやりたい自分にとってこの CX はもう本当にいろいろできるという感じでしたね。で改めて今日使って、まあ弱点とか欠点が少ない、もう本当に癖も少ない、まあオールラウンドオールコートのプレーに向いてるラケットだなと思いました。でもう本当にね僕好みだなと思いましたね。はい。でまあそうですね、ベタ褒めしてきましたけれども、まあ僕は根が割とネガティブ思考な人間だと思っているんですよね。なのでまあすごくこういい感触で打てていても、まあ最初にも言った通り、まあいつか調子崩れるだろうと、いつかねもうとんでもなく、うわもうこんなラケット使ってらんねえみたいな日が来ちゃうんじゃないかなっていう予想をねしてはいたんですよ。ブラストがいいと言ってもなんか、ああもうなんか4回目もう全然違うじゃんみたいになっちゃうとか、まああとは自分のその調子の問題とかも当然あって、もう今日最悪だ、もう道具変えたいって理由もなくそうなっちゃう日もね当然あるとは未だに思ってはいるんですけれどもね、はい、現状 CX では4回使って4回とも良かったというような感じになってますね。びっくりですね。はい。でまあただ褒めてるばっ
かりじゃなんか逆に信憑性ないんじゃないのみたいな気もしちゃうタイプ、割と疑って見ちゃうタイプなんで、じゃああえて弱点というか、まあいまいちポイントを探したらどういうところなのかっていうお話をさせていただくと、まずは打てすぎちゃう打てすぎちゃって打ちすぎちゃうみたいな、あのご乱心プレイがちょっと出やすくなる可能性あるかなっていう気はしますね。でサーブもまあスピンもスピード系もまあ割としっかり打てるんで、でそれゆえに逆にこうバランス崩すぐらいに振っちゃっておかしくなっちゃうとか、まあ、ダブルフォルト連続でしちゃうとかっていうのが出てきそうな雰囲気はありました。はい。であとは、まあ、ストロークに関しても、まあ、打てちゃう強打ができちゃうんで、逆に強打にこだわりすぎちゃって変なミスしちゃうとか、もうだから本当にご乱心プレーですね、を連発してしまうとかっていう雰囲気は あったなと思います。だからまあいいことなんですけどね、気持ちよく打ててるっていうこと自体は。ただ気持ちよくなりすぎちゃってプレーがおかしくなる、戦術的に、その必要ないリスクを取ってしまったりとかっていうのが出てきてしまったりとかっていう可能性はある気はしました。それはまあ僕のテニス IQ が低いと言ってしまえばそれまでなんですけれどね。はい。でただまあまあそれでもですね、まあある程度それを指して、あやばいね今ちょっと行き過ぎちゃってんなってなった時に、少しこうペースダウンをさせたいとか、自分を落ち着けさせるような、プレーっていうところに戻しやすかったんで、まあそこは、まあ、僕自身の問題なんだなってちょっと感じましたけどね。はい。打てるがゆえに、気持ちよく打てるがゆえに行き過ぎてしまうっていう悪い癖がちょっと出そうになるっていうところはちょっと気をつけないといけないかもなと思いました。ね、そしてもう一つは、これ性能ではないんですけれども、塗装の強度ですね。これは、まあ、やっぱりあんまり強くないのかなっていう気はします。塗膜の強度っていうところでは、まあ、前作、あの黒い部分がやたらめったら剥がれるっていうクレームというかですね、ご意見を非常にたくさんいただいておりまして、確かにその身の回りの人のを見ても、まあ、えらい剥がれてましたね。しかもそれプレイで擦ったわけじゃなくて、なんかカバンの中でこれ塗膜落ちてんじゃないのみたいな話もあったりするぐらい、ちょっとこう、なんかね強度に関しては、疑問になっちゃう部分もあったんですけれども、今作もねあんまり強くなさそうだなと思います。で強くぶつけたりとかは特にしてないんですけれども、なんかちょっとね傷が入ってきたりとか削れてるなみたいな箇所が出てきてはいるので、ちょっとあれれみたいな感じですね。多分あんまり強くなさそうだなっていう気はしました。はい。でまあこういう話をすると毎度言うんですけど、僕グロス仕上げのラケットの方が好きなんですね。グロス仕上げ、まあそのクリアが一層乗ってるやつですね、がいいなと思うのはこういう部分なんですよね。ちょっと擦ったぐらいじゃ、まああんまりその塗膜に直接傷が入らない、まあ、クリア塗ってあげたりとかっていうところでまた、修正もできたりしてっていうのもあるんで、できればそのラケットを長く愛用していくっていう点で考えた時にも、僕はグロスがいいと思います。はい。なので、まあ、CX ね、できればグロスバージョンをね、出してほしいなと思ってますね。はい。まあ言うてね、マット仕上げがやっぱりトレンドっていうところはあるんで、はい。ね、しかもスピードに関して言ったら、なんかちょっとベルベット調みたいに今回なってたりっていうところで、なんか、そうですね、塗装の、進化というのがなんか僕が期待している方向にはなかなかいかないなという感じでもどかしく思ってる最近でございます。はい。ということで、まあ、今回も試してみて、まあ、非常に調子良かったんですけれども、まあ、またセッティングを変えて試してみようかなとは思ってます。で、ブラスト自体はね、かなりいいチョイスだったなと思ってます。もう全然これでいってもいいぐらいの仕上がりだったんですけれども、まあ、もう少し可能性を探して、もう一つ、ちょっとかっちりめの方向のポリ貼ってみようかなと思っていて、まあ、次はね、ストライクコンボ。まあ、勝手にストライクコンボって呼んでるんですが、縦にポリツァーストライクの125、横にポリツァーストライクの120を組み合わせたものですね。まあ、かっちりさせつつも細ゲージ入れることでシャープさとか、まあ、スピンのかけやすさとかっていうのを出していくセッティングなんですが、まあ、それを入れてみて、まあ、どうなるか。で、まあ、ブラストは一応八角形なので、まあ、
その純然たる丸でかっちりしてるタイプ入れたらどうなるのかっていうのはちょっと見てみたいなと思ってます。まあ依存の時はこのストライクコンボっていうのが、まあ、結局試合とかでね活躍してくれた組み合わせでしたので、はい、まあ、これをね、まあ、CX に入れてみて、うん、どうなるのかっていうところは、まあ、試してみたいなと思っております。はい、では最後におまけの話になるんですけど、まあ、ラケット選びに関して普段からこうやってお話をさせていただいてるんですが、まあ、なかなかね改めて難しいなとは思いました。あの今回のこの CX ってデモキャンペーンに当選したんで、まあ、借りることができて、で、まあ、がっつり打ってるわけですけれども、もしもその当選してなかったら、この CX 僕別に、まあ、わざわざ打たなくてもいいかなと、まあインプレできなかったらできないままでスルーしてもいいかなぐらいに考えてたんですね。でやっぱりその、今ヨネックスとか、まあ、バボラっていうところが、まあ、マーケット的には非常に強いっていうところ、しかもやっぱり YouTube とかにするっていうのを考えるとね、やっぱりそれは回数見てもらいたいんで、お金払って買うんだったらその2社の優先的にっていう感じにどうしてもなっちゃってたんですね。はい、なのでまあその CX 僕は好きなラケット、まあ、CX200 前作買ってたぐらいなんで、まあ、好きなラケットではあるけど、まあでもパスかなみたいに思ってたんですよ。でまあ最初にも言った通りデモキャンペーンに当選してラケットが来て、ね、いろいろ試してっていうところで、まあはっきり言ってその最初に期待とか注目とかっていうのをしてない状態で、まあ、CX を打つことができたんですね。はい、まあ、1回目のそのプレビューの動画見ていただいたらわかるんですけど、なんかデザインいまいちだよなって、なんかパッとしないんじゃないのかぐらいの、なんかすげえネガティブなこと言ってるんですよね。はい、でそれがまあ結果的にまあ、いいところも悪いところもフラットに捉えられて、でそれがすごくこういい方向に作用したのかなっていう、まあそういう、まあ、いい方向に行けた要因だったのかなと思うんですね。はい、でいいところもなんかこう過大評価しすぎることもないし、あこれが最高だぜみたいな、サーブ最高だぜ他もいいわみたいにならないし、で逆に悪いところですね、例えば、まあ、最初のセッティングですね、アイコニックオールとかポリツァプロだとなんかちょっとブレるし打ち負けるしっていうのもあったんですけれども、じゃあまあそこでこのラケットはもうダメだってなるんじゃなくて、まあじゃあまあもう少しカッチリしたポリエステル貼ってみて、様子を見てみようと思ったら、まあ非常にいい方向にさえ、こう、行ってくれてっていうところで、まあ冷静に対応できたのかなって思うんですね。はい。なのでこう、すごくこう、まあフラットに何かを見るっていうのは、まあ難しいんだけど、まあすごく大事なんだなっていうのは今回改めて感じました。で、それを思うとですね、今僕が今、一番気になってる、注目してる、買いたいと思ってるのが、まあ、新型のピアストライクなんですよね。はい、はっきり言っても超気になってるし、うん、超期待してるし、うん、っていうところ、あこれが前ラケになってくれれば一番いいよねみたいなぐらいに思ってるんですね。思ってるんですけど、そう思うとね、まあ期待値高すぎる期待値高すぎてなんかフラットに見れない可能性が高い気もするんですね。まあもちろん言うてインプレになれば、まあ、そこら辺はね一旦こう忘れてちゃんと評価するようには心がけてるんであれですけど、まあいざマイラケをどれにするかってなるとやっぱりいろんなバイアスがかかってくるというのがあって、だからまあ自分のラケットを選ぶのって難しいかなと思う。で一方そういうのがない他人のラケット、こういうのがいいんじゃないですかっていう話をするのはすごくしやすいんですよね。フラットで見れるんで、はい、だもんで、まあやっぱりこう期待とか、まあ、注目度とかっていうのは、自分に合ったラケットを選ぶというところでは結構難しくさせてしまう要素なのかなと思いましたね。やっぱりこう自分に合ったラケットを見つけるためにはやっぱりこうオンコートで起きていることが全てだと思うし、まあさらに言うとその試合で、まあ、ちゃんとプレイできるのか、試合でどういう感じで使えるのかっていうところが、まあ最優先事項だとは思うんですね。はい、まあもちろんその気持ちよく打ちたいっていうのがラケット選びの、うん、そのマストな部分っていう人がいるのであれば、それはまた話は別かなと思うんですが、やっぱり僕はいいプレイしたいし、うん、相手には負けたくないし、できるだけ試合には負けたくないし、まあいいテニスをね、できるようにしたいなって思ってはいるので、まあそう考えると、まあ、
こういうモデルを使いたいとかじゃなくて、まあ、いいプレーができるラケットを使うっていうのが当然最適解なわけなんですよね。なのでまあ現状ではそれが CX400 ツアーなのかなと思います。はい、なのでまあ事前の期待とかね、まあ、このラケットを使いたいなっていう願望とかっていうのは、まあ、マイラケ選びには邪魔になる可能性が高いし、現状だとそのピアストがそれに該当してしまいそうだなという感じになってますね。はい、まあ、そういったのはこの年末年始のテニスで改めてすごく感じた部分ですね。はい、なので、まあ、今後もねできるだけフラットに道具を評価して、まあ、何よりも人にこう言うよりも先に自分にとってのベストなラケット、これが僕のマイベストですって言えるものを、皆さんに発信できるようにしたいなとは思っていますので、はい、まあもしかしたらね CX で決着するんじゃないかなっていう可能性が非常に高いんですが、まあもうしばらくだけちょっとねお待ちいただければなと思います。ということで今回の動画以上です。それでは。